さんこんにちは、ミラです。今日はすごいレストランに来てます。釣り堀レストランに来ましたね。はい、ここで自分で魚を釣ってそれを作ってもらってここで食べるというコンセプトレストランです。めちゃくちゃ船の上に乗ってる感じになってます。人生初こういうレストランに来てるからワクワク感がすごいです。ちなみにドイツで釣りやったことありますか？ない。お、初釣った自分で魚を食べるっていう。いや本当に、ね、ここにいるんだよね魚たちが。そうだよ。すごいよね。ちょっと心配なのが、うん、落ちる？それも今まで心配してなかったけどタカが落とそうとしてるということだね。でここで釣ってる時にさ、お尻ピッとさ。前海でお尻を押して怒られたことありますからね俺。そうだよ、前怒られたのでもう二度と押すことはできませんけど、はい、いや心配なのが何も釣れないなら今日何もご飯なしってこと。あ、そうだよそうだよ、釣れなければご飯なしです。じゃあレナさんの釣りスキルにかかってます。やばい、頑張って釣ってください。それが心配です。飲み物が来ました。小さな小さなビール。生代頼んでます。もう仲良くシェアをするつもりで、あの大きなビールを注文しました。あ、そうな、すごいね、はい、そんな感じで、はい、もう生だいってます。はい、乾杯。うまいですか？美味しいです。今からは魚料理をたくさん食べてビールもたくさん飲んで楽しみたいと思います。はい、今ちょっとメニュー確認して、あのもちろんここで釣れます。釣れますよ、いっぱいいますよ魚。釣りたいです。ちなみに店員さんに聞いたら、はい、8割ぐらいはタイで、ああでシマアジとサメも泳いでるんですか？サメサメは食べたくない。サメは食べれるのか分かんないけど、一発で上手にタイを釣って、でいろんな食べ方があるよね。そうだから、それを選んで、だから今日の狙いはタイです。はい、タイを1匹で、それ以外は本当にこのメニューにたくさん、もう本当にやばいよ。いろんな、いろんなメニュー頼めたわ。よかった、俺レナが釣れなくても今日メニュー食べれます。安心しました。あれ、なんかお祭り始まったよ。そうだよ、あ、太鼓叩いたよ。すごいよ、どうした？どういうこと？あ、釣った人がいたんじゃない今、はい、ちなみに今店員さんに聞いたらお誕生日の人がいたから盛大に祝ってたんだって、みんなで。なんか誕生日はここで、ありだって、ね、みんなが注目してくれるよ。すごいよ。で、釣り竿も来ました。はい、これあとはこっちに餌がエビです。エビ、これをここに垂らしてここで釣ります。まあまあいるよ。 OK、 じゃあ針があって、気をつけてくださいね、自分の口に入れないようにね。これ俺が釣ろっか、こう。あるの？餌つけました。つけました。しかも釣り竿さ、まあまあ細いね。これ大丈夫かな。大丈夫かな。これで今からちょっと釣っていきますか。釣りたい。ちなみに周りでも子供がみんなね、釣り竿垂らして釣ってる。え、大人もやってるよ。だけどさっきから誰も釣れてないから難しいと思うよ。そうなんだ。今のところ無視されてます。みんなあのお腹減ってないかな。5分経ちましたけど、社長さん、どうですか？あの、動かした方がいいか、動かさない方がいいか、どっちがいいか分からなさすぎて。なんか餌がさ、生きてるみたいにさ、ちょこちょこ動かした方がいいかもよ。私もそう思ってて、動かしてるよ。もう十何匹以上いるんだけど、誰も興味ない。まだ釣れておりません。近いよ、近いよ、近いよ。あの、私の餌の近くにいるけど。あ、今、レナの餌の近くに3匹、4匹、5匹ぐらいいるよ。お、行くんじゃない？行かないんじゃない？10分経過しました。なんか、ちょっと飽きてきました。これ、いいこと思いついた。何？ここに網あるじゃん、網ですくっちゃえばいいんじゃない？それはダメなんじゃない？釣らずにルール違反なんじゃない？あ、そう？多分なんか社長が言ってる、何何何？食べてる？小さい魚がなんかちょっと食べようとしたよ。食べようとしたよって食べてないじゃん。騙さないでもらっていいですか？いやでもあのここピョンピョンピョンしたよ。あ、そうなの？ピョンピョンピョンした。あれ今なんか店員さんに聞いてました？あの餌変えてもらったし、正しい釣り方を教えてもらった。ここに当たらないように、で当たっちゃダメなんだ。こっちに入れて、でなんか食べられたらこう早めにスッと上げる。あ、食べた瞬間に上に引っ張るんだ。イエス。シャイジョさん、20分経過しましたけど釣れませんよ。なんか来たよ。食べましょうか。イエス、諦めよう。ちなみに頼んだのはこれ何？あ、ハマグリの酒蒸し。あ、なんか始まった、また誕生日。刺身の盛り合わせも来ました。ちなみにこれは釣ったものではございません。レナが20分かけて釣れなませんので、食べようか、まず、はい、まず食べてからもう一回釣ろうか。そうそうそう、いただきます。美味しそうな刺身だよ。めっちゃ美味しそう、ツヤツヤ、うん、じゃあこれをここにディップして、あ、うん、食感めっちゃいい。
新鮮ですか、うん、どうですか自分が釣ってない魚の刺身の悲しい刺身だよ。今のタイだとしたらね、ここで釣ればね絶対にもっと美味しく感じるけど、もう十分に美味しい。それ以外マグロとサーモンは絶対にここで釣れないから、何も悲しい気持ちにならないんじゃない。マグロもうまそうだね。いや本当に色がめっちゃいいよこれ。うん、柔らか。うん、あこれ美味しいよこのマグロ。どうしました。お見て出来上がってきた。早っ。早いね。ちょっと火弱めようか。Yes。 あれまた始まった。わ、サーモン。サーモンはちなみにドイツにもありますからね。ドイツにもあるよ。ドイツで唯一食べれる海鮮がサーモンじゃない。そうだ、うん、このサーモンはめっちゃなんかこう見た目うまいもんね。すっごい食感がいい。味もバッチリ美味しい。あのハマグリさんが出来上がってきましたので、おお、火吹いてる火吹いてる。めちゃくちゃうまそうじゃん酒蒸し。うわー曇った。曇りました。ちょっとゆっくりさ、弱火にしてちょっとグツグツいく。 OK。 ちょっと弱火にして、あの貝が開くように。で開いたやつはもう食べれるからね。開いてないやつはどうする。だから火入れとけば多分開いてくる。ハマグリってやばい、うまそう。見て超うまそうじゃない。ちなみにさ、はい、海外の人って貝とかアサリとかハマグリ食べんの。あれがあるよ、あの黒いのちょっとなんかこうこれぐらいの形になってる。あ、ムール貝。あ、ムール貝、そうそう。それが地中海にたくさんあるから。そうだね。めっちゃ味染み込んでる。うーん、ハマグリだからな。めっちゃ美味しい。あ、ちょっと待ってて。これもまた美味しい。ちょっと貸して。飲みますか。私たちのビール。レナのビール。レナが一人でグビグビと飲み進めてますよ。あ、これもいい。美味しい。なんか日本酒もあってもいいぐらい。あ、確かにな。酒蒸しと日本酒と合うもんね。最高。どんどん日本人になってますやん。じゃあもう美味しいもの食べたんでちゃんと釣ってください。そっか。レナのミッションはまだ終わってません。戻ります。釣ってください。はい。じゃあ食べたのでもう一度頑張り。ちゃんと釣ってください。魚いるよ普通に。そういっぱいいるんだよここ見て。社長が全然釣ってくれないからね。あっちにサメがいる。マジでどこ。ズームインしてあっち。サメがいる奥にゆっくり泳いでる。めっちゃでかいよ。サメ釣ろうぜ。ないな。サメ釣って食べようぜ。やだかわいそうだよ。まだ増えてきたじゃんここに。増えてるけど。あれのいた。のこの子すくえそう網で。ノー。釣れましたか。ノー。もう15分ぐらいずっと釣ってますけど。諦めてもいい。まだ釣れませんか。ハマグリどんどん俺が食べてますよ。嘘。めっちゃ食べられてる。食べますか。Yes。 あの釣り頑張ってくださいよ。ノー。社長が釣らないと食べ物ありませんよ。そうだよ。ハマグリマジでうまい。なんかこの出汁もさ、ハマグリから出汁が出てるからさ、バチクソうまい。バチクソうまいの。バチバチうまい。やばいよねマジで、はい、何残り1個何俺がどんどん食べてるからあと1個あるから。私は仕事してる間にタカがバンバン食べた。はい、はい、釣ってください。皆さん見てください。何タカの分、はい、レナの分。いいんじゃない、いつもと逆でいいんじゃない。あの俺の気持ちが分かるんじゃない、いつもの。聞いてます、いつも俺は食べれずにレナがどんどん食べる気持ちが分かってきた。悲しい。今後どうすればいいか分かる。シェアする。半分ずつシェアするね。そうだね。はい、食べた、うん、はい、食べて、はい、もう一回釣ってください。頑張ります。頑張ってください。10分経過しました。食べられたよ、今。食べられた。あの小さい魚にこうニョ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 っと。嘘、その時に引っ張んないからじゃない。引っ張ったよ。だって見てこれ、こんな魚いっぱいいるんだよ。10匹以上。あ、サメもいる。またびっくりしたよ。こんだけいて釣れないもんかね。食べられたことに相当嫌われてるね。社長さん、釣れました。釣ってない。もう元気なくなってきました。全然釣れずに元気なくなってきました。釣りが下手くそということでした。ね、食べ物ある。ある。レナの大好物のエビです。エビです。エビちゃん、甘エビかな。甘エビか分かんない。生の甘エビ。エビです。めっちゃプリプリして美味しい、うまいですか。甘エビじゃないの、ちゃんとしたエビだよ。あ、そうなの。もっと食べたい。はい、来ました。
タイ皮の甘辛揚げ、タイの皮を初めて見た。揚げてる。俺も初めて見た。多分人生初の料理。めちゃでも美味しそう。パリパリな感じ。カリカリしてるからね。こんな感じ。うわ、サクサクじゃん。うん、うん、なんかエビせんべいみたいな感じ。あ、これこそエビじゃないバージョン。おつまみだね。ビールに合うんじゃない？ビール買って。はい、結局生だよ。レナさんが何その顔。何その顔。タカが飲んだよ。私ではありません。結局レナさんが生だよ、飲み切りましたね。No, そんなことないよ。レナが釣ってる間に俺がグビグビと言ってますね。それ。うまいですか？おかわり。はい、じゃあ釣ってください。釣ってくれたらおかわりしたけど。そういうこと？これめっちゃ美味しいよ。パリパリだもんね、うん、食べるのは釣らなきゃいけませんので、頑張って釣ってください。頑張ります。もう諦めてます、もしかして、ね、はい、早速レナさんが釣り始めました。私はまだもう一頑張りだよ。あと30分釣れなかったら帰ろうか、諦めようか。釣れるかな。あと15分、9時になったら帰る。もう心折れとるやん。ちょっとチャンスあげるように、ちょっと場所移動しますか。場所移動しよう。場所の問題ないと思いますけどね。はい、レナ社長が場所のせいにしてます。あ、多分スキルの問題だと思いますけどね。どうかな。ちなみにこの店ね、めちゃでかい。そうだよ。そう、すごい。あ、一周するのに。まあ僕はここ。あ、そうそう、船にいるんだ俺ら。めちゃくちゃでかい、はい、本当にですよね。レナいいこと思いついた。網ですくっちゃえばいいんだよ、はい、いや、それはチーティングでしょ。あ、店員さんに伝授してもらってます。お、釣った。誰かあそこでちっちゃい魚。めちゃくちゃここ魚いっぱいいる。うん、サメもいる。でも私の餌に誰も興味ない。レナのことはみんな嫌いみたいです。まあ、釣れないのも釣れないの面白いからね。やっぱりスキルが必要だよ。難しそうだね。社長の背中がちっちゃく見えます。社長の背中がすごくちっちゃく見えます。ポツンと釣れてますか？大丈夫ですか？あげられますか？ちなみにさっきあれだけいっぱいいたタイたちがなかなかみんな逃げていきました。そうだよ。レナが嫌われてるよ。そうだよ。レナ社長が場所を移動してます。場所のせいにしてます。場所のせいじゃないかもしれない。頑張る。 でもあそこにめっちゃいるね、あの奥に。頑張って釣れをしております。気持ちはどうですか？私は釣るのが苦手かもしれない。でしょうね。私はあれがない、待つのが嫌いかもしれない。え、何？食べられたよ、見て。残念。餌だけ持ってきました。私より頭いい魚でした。レナの反応が遅かったです。上に上げたのにね。頑張ろうとした。残念。はい、失敗でした。レナが釣るのができないという結論です。見事に餌持ってかれましたね。すごい幸せな魚ができました。そうだね、レナみたいな魚だね。食べ物ばっかだけ取ってって。そうだね。果たして最後のラストチャンス釣れるのでしょうか。レナが釣ったら俺が網で作ってあげろ。オーケー。あそこにあるのね。え、逃げ出た、うん、あ、でも一匹食べるかもよ、パクッと。いや、下に落ちてるやつがあるから、だからそっちに来てるかもしれないよ。そうだね、レナの餌は食べたくないらしい。諦めかな。諦めますか。9時に諦めるって言ったのに。9時になりました。9時2分です。はい、時間オーバーです。はい、レナが釣るのが下手です。1回チャンスあったのにね。そう、1回だけパクッと食べられたのに失敗しました。はい、ということで、まあ楽しいよ、めちゃめちゃ楽しいよ。これ釣れたらね、楽しさ倍増だからね。多分そうだよ。ちょっと釣れた。あっちの席で釣りました。大きなタイを釣りました。残念、レナは釣れなかったけど。いい、別に釣れなくても注文できるから。あ、そうだね、食べようと思えば。私みたいな下手な人はメニューを開いてこれをくださいって言えますよ。全然食べれますね。全部の食べ方があるので。というわけで、ごちそうさまでした。ごっちゃんでした。もうこう食べた分ぐらいは釣りでカロリーを使ったかな。そんなことはない。それは
乱暴すぎます社長さん。いいよ、釣りではあまり動くのがダメだから。ほとんど動いてないからね釣りで。そう食べた分カロリー増えてます可能性がある。でも本当に楽しかったし、このお店の雰囲気自体とかも雰囲気すごいよね。本当に楽しいです。これさ、船一隻二席、個室みたいなのもいっぱいあるからね、周りに。で、あの海にいるような、あの全部お水がそう周りに水が張り巡らされてる。そう、めっちゃ楽しい。皆さん行ったことない人は一回だけは行ってみてください。魚も多分何百匹っていう。で、行ったことある人は釣れました、釣れなかったというコメントが欲しいです。これ多分なかなか釣るのむずいに、まあ、だって今日1時間半ぐらいいて、多分釣れたのさっきの一組じゃない、タイが。いや、4組ぐらいは釣れた。あ、釣ってたっけ。釣れたと。じゃあレナの問題じゃん。レナの問題です。レナがただただ釣りが下手ということじゃん。そういうことです。今度あれだよ、川釣りとか海釣り行ってもいいかもね。こういう釣り堀じゃなくて。もっと大変じゃない？もっと難しいんじゃない？可能性はある。これさえできないなら釣れないかもしれない。川とか海とかに行く？釣りにはまるかもしれないからね。そっか。はい、というわけでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。